く日記リッスンケアフリー、2日に1回の声で書く日記ですね。今日は12月17日日曜日です。タイトルはすすきの同窓会とお留守番疲れと深掘りとダラダラの話っていう風にしたんですが、すすきの同窓会っていうのはその高校の同窓会がね、高校は北関東なんですが、札幌で初同窓会をやったと昨日の夜ね。でちょっと今朝は二日酔いだったんですが、そのすすきのの話を実はもうしちゃいました。始めるラジオキャンバスサンデーというね、私のメイン番組ですでにしちゃったので、ここではあんまり繰り返してもね、二度聞かされる人も出てきちゃうと良くないので、ちょっと違った話をすると、高校の男どもがやってきて、居酒屋で、居酒屋というか結構美味しかったですね。日本酒と魚のお店で、日本酒が美味しかったです。で日本酒はね、飲み放題だったんですが、新千歳鶴とかね、それから福司とかいろいろあったんですが、私のおすすめは国まれですね。留萌のお酒、国まれ、日本で一番北にある酒蔵というね、最北端の酒蔵で作ってるということで、国まれこれ美味しいんですよ。私も酒蔵行ってきたんですけども、前にね、国まれの純米があったので、もう国まれ純米を何合飲んだのかな、結構飲みましたね。一人で5合近く飲んだんじゃないかな、私国まれ、純米酒飲みました。でお魚も美味しかったですけど、お魚の話はもうしたのでここではしませんが、日本酒ね、北海道来たらぜひ国まれ飲んでみてください。で今日はその同窓生の一人が私の民泊泊まってくれるんですが、そこで出たお酒の話、栃木も実は美味しいお酒があって、高校栃木だったんですが、で栃木でその同窓会でゴルフをよくやるんですね。私はやらないんですけど、ゴルフやるグループがいて、でそこでブービー賞で日本酒がもらえたと。門外不出っていうね、門外不出という、これも美味しいんですけども、門外不出というお酒を今日持ってきてくれるそうです。わざわざ飛行機乗っけて持ってきてくれるんですね。ありがたいです。なので今日もちょっと日本酒、そしてジンギスカンをどうもやるということなので、ジンギスカンと日本酒、あとそうですね、スーパーに行ってなんか美味しい食材あったら魚かなんかね買ってもいいのかなと。この時期やっぱニシンが美味しいんで、ニシンを塩焼きにしようかなという気もするし、あとはタラも美味しいですね。タラの、白子も美味しいんですが、タラの身も美味しいので、ちょっとお吸い物にしてもいいのかなと。牛尾汁っぽくねやってもいいのかなとか、いろいろちょっと勝手に考えてますが、一緒に買い出しに行くことになってます今日はね。で、さてそんなすすきの同窓会、午後4時過ぎに4時半過ぎに私4時半に家を出て、で12時半ぐらいに帰ってきたんですけど、その間統一郎くんはお留守番を頑張ってやって、お留守番の最中ね、見守りカメラで見るともうずっと寝もせずにちょっと二日酔いなんで舌が回ってませんが、寝もせずに一睡もせずに統一郎くんはもう家の中を探し回ると、私のことをね恩を言いながら。なので昨日はあんまり寝てないから、統一郎くん、お留守番疲れということで、本当に今日は朝の散歩も行かずにずっと寝てたということで、でお昼にちょっとねゆっくり散歩してあげて、でおしっことうんちして、でもう夕飯食べちゃいました統一郎くん。今まだ4時前なんですが、もう夕飯食べちゃって、今からちょっと寝るんじゃないかな。でこのあと多分5時ぐらいにお客さん来るので、で、ちょっと買い出しに行ってジンギスカンをして、今日も夕芸ですね、楽しい晩餐になるかなと思ってます。でそんな私ですが、そんなこともしながらポッドキャストだけは欠かさないということで、この間おととい以降ですね、おとといのケアフリー声で書く日記以降にやったことをちょっと喋っとこうかなと思うんですが、一つはその日の夜、
深掘りライブっていうのをやりました。で金曜日の夜にね深掘りライブやってるんですが、まあ、いろんな話してきてるんですけども、でこれはスタンド FM であのメンバー限定なので、ポッドキャストには飛ばないんですけども、そこで、ちょっとね踏み込んじゃいました。修文系次第の苦難と活路というねタイトルで、修文っていうのはまあ私仏教系の仏教系っていうかな仏教系の大学2つ同じ系列なんですが勤めたので、そこでいろんなねいろんなことが起きるんですこれね、その、ぐちゃぐちゃを結構喋っちゃいましたね。修文系次第で日本の私学自体が結構今危機と困難の時代にあるんですが、輪をかけて修文系はねいろいろ難しいところは難しいぞっていうことで、まあそんな話をちょっとシリーズで始めてみたぞと。でノートにももう文字起こし記事をしてね、もう最近は喋ったらこういうやつは喋ったら、文字起こし記事にしちゃうということで、もうさっさとその日のうちに文字起こし記事にしちゃったということなんですけどね。まあそんなことをやりました金曜日の夜で、土曜日の朝はまあダラダライブってことなんですが、これがね9時15分からなんですが、朝の東一郎くんの散歩が最近朝遅いんですね、冬になると。で帰ってきたのがもう9時15分 でそれから準備して結局10時近くから始めましたかねこの日はね、遅れての45分ほど遅れてのダラダライブなんですが、このダラダライブではあのちょうど21回目ということで20回終わったので、1回目から8回目のダラダライブを振り返りをやりました。あの7月からの振り返りですね、7月末から9月中旬ぐらいまでの振り返りをして、あこんなことあったねあんなことあったねって話をしてるんで、まあそれをやったぞということと、で今朝二日酔いだったんだけども頑張って、始めるラジオキャンパスサンデーの収録をしたということなんですね。でここでさっき言ったそのすすきの同窓会ね、札幌同窓会の話を、たらたらと高校時代の思い出話含めてね、ちょっとさせていただいたということで、今日はもうこの声で書く日記やったら業務終了ということになるんですが、あとはもうね、ジンギスカン食べて買い出し行ってジンギスカン食べてと思ってるんですけども、まあ、そんな今日この頃です。東一郎くんが行っちゃいましたね、撫でてくれと言ってここに今いたんですけども、もしかしたらトイレで最近ね、最近なぜかお腹空くみたいですね、トイレでティッシュ舐めるようになっちゃって、トイレットペーパーね一回それでいたずらして怒られてずっとやってなかったんだけど、最近ね隠れてね、ペロペロ舐めてんですね。で舐めたところに穴が開くわけね、トイレットペーパーでね、これ困るんですよね、こうトイレットペーパー使おうと思うと ところどころ穴開いてるという、一周するごとにね、まあそんな感じになってますが、今もしかしたらトイレットペーパー舐めてるかもしれませんね。私がこうやって喋ってると動けないだろうと思って、その隙を見てね、あのなんか学習したみたいで、トイレにこっそり行って多分なんか悪さしてんじゃないかな、そんな気がしますね。でこの実は声で書く日記、最近こう同じ分数でやってるんですけども、最近はガレージバンドでだいたい収録するようになってきて、そうするとその過去のやつをファイルを読み出すわけね。でもうすでに設定されてるの でそれに合わせて喋るわけです。前回のやつをまあ削除して、で録音を開始して、でそうすると一応その同じ分数でね、終われるように話を終えるという形でやってるので、今その辻褄合わせでね喋ってるだけですが、あ、東一郎くんが喋ったじゃない、吠えた、もしかしたら宅配が来たかもしれないね、ワン言ってますね、誰か来たかもしれない、困ったな、あと1分ぐらい喋んなきゃいけないんですが、まあそんな私は今テレビでちょっとスパイダーマンを見てたんですけどね、懐かしいですね、スパイダーマンの3をテレビでやってました。まあ最近結構テレビ映画あのちょくちょくね、あの一度見たやつも含めて、あこれ見ようかなと思うと時々見たりしてるんですけども、映画話もね、そろそろしたいなと思ってるのと、
あと本ですね、本の紹介もちょっと間が空いてるんでね、もう紹介する本は決まってるんですけど、何冊か。なかなかこう、なんだ、ちょっとリアルワールドの方がいろいろあって、収録が追いついてないというかな、まあ、そんな感じなんですが、まあ、これもね、淡々と無理なくマイペースでやっていこうかななんて思ってます。そんな東一郎くん、階段のところで何してんだろうね。誰か来た気配を感じたのかな。さて、12月17日日曜日、札幌はちょっと曇ってきましたね。風が強いです、今日はね。風が強い。ただ気温はそんな下がってないんですけど、多分今夜からすごく冷え込むんじゃないかな。クーッと冷え込んできて、来週からは、というか今週ですね、今週からとても寒いマイナス10度ぐらいの世界がようやくやってくるのかなっていう、まあ、そんな北海道札幌、今日この頃です。まあ、雪の季節いいですよ、北海道ね。これから長いです。しかもこれが4月ぐらいまで続くというね、雪の世界がね、長い長い冬がやってきたということで、今日までの声で書く日記はここまでにしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。